マットセラは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ニューヨーク州ロングアイランド出身。セラロンゴファイトチーム所属。元 UFC 世界ウェルター級王者。UFC 殿堂入り。幼い頃から A 春、拳を学び、10代からはレスリングをやっていた。18歳からヘンゾグレーシーの下で、ブラジリアン柔術を学び、1999年に、 パンアメリカン柔術選手権紫帯で優勝2000年に世界柔術選手権チャオビで優勝すると2000年5月にヘンゾグレーシーから黒帯を授与されたセラはヘンゾに黒帯を授与された初めてのアメリカ人となった2000年6月4日のプライド9に出場予定であったが対戦相手の女優でオリベーラが入場時に 演出の花火で大やけどを負ったため中止となった。2001年4月、アブダビコンバットの 77kg 級に出場。1回戦でゴミタカノリ、2回戦でジャンジャック・マチャド、準決勝でレオナルド・サントスを破り、決勝に進出するも、マーシオ・フェイトーザとの同門対決を避け試合を辞退し、準優勝となった。2001年5月4日、 UFC 初参戦となった UFC31 でショーニー・カーターに右バックハンドブローで 3RK を負け続く9月28日の UFC33 ではイーブス・エドワーズに2から0の判定勝ちを収めた2002年9月27日 UFC39 のライト級大酒定トーナメント1回戦で BJ ・ペンと対戦し0から3の 判定負けを喫した。2006年には、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン4に参加した。UFC 世界ウェルター級王座への挑戦権をかけた、トーナメントで、ピート・スプラット、ショーニー・カーターに勝利し決勝に、進出、11月11日に行われたフィナーレでの、決勝戦では、クリス・ライトルに2から1の、判定勝ちを収め、優勝を果たすとともに、 ジョルジュ・サンピエールの持つ UFC 世界ウェルター級王座への挑戦権を獲得した。UFC 世界王座獲得2007年4月7日、UFC69 の UFC 世界ウェルター級タイトルマッチで王者ジョルジュ・サンピエールと対戦。試合前のオッズでは1から11とセラが圧倒的不利と目されていたが、試合では 1R 早々にパンチでサンピエールをぐらつかせ、 そのまま追い打ちのパンチでダウンを奪い追撃のパウンドで TK を勝ち、王座獲得に成功し、ノックアウトオブザナイトを受賞した。この試合は MMA 史上最大の大番狂わせの一つとされており、スポーツイラストレーテッドの2000年代アップセットオブザディケードやシンデレラストーリーオブザディケードなどを受賞した。2007年9月から、 ザ・アルティメット・ファイター・シーズン6でマット・ヒューズと共に、それぞれのチームのヘッドコーチを務め、12月29日の、UFC79 でヒューズとのウェルター級、タイトルマッチが予定されていたが、負傷のため欠場となった。世界王座陥落2008年4月19日、UFC83 の UFC 世界ウェルター級、王座統一戦で、暫定王者ジョルジュ・サンピエールと、 再戦し、グラウンドでのボディへの膝蹴りにより西子負け。リベンジを許すとともに、王座から陥落した。2009年5月23日、元ウェルター級王者同士の試合となった UFC98 でマット・ヒューズと対戦し、0から3の判定負け、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2010年2月6日、UFC109 でフランク・トリッグと対戦し、 カウンターの右フックでダウンを奪ったところに、パウンドで追撃し、一子勝ち。ノックアウトオブザナイトを受賞した。2010年9月25日、UFC119 でクリス・ライトルと対戦し、0から3の判定負けを起死した。2013年5月22日、引退を表明。現在は、ニューヨークで、柔術道場を経営するとともに、 トレーナーの霊論語とチームを組み総合格闘家のコーチをしている。ありがとうございます。